こんばんは。よいしょ。わあ、まさとしさん、高尾炭治郎さん、しんさん、りょうへいさん、くもはさん、だんさん、みよみよさん、なおきさん、すぐるさん、さとるんさん、やしとさん、てるさん、ゆしまりゅうさん、ひらにいさん、かずひろさん、ろっくおんさん、うばちさん、なりさん、ひらりんはっとさん、さとさん、とっとりたろうさん、大西くん、いときんさん、まいせんさん、りんさん、すいやんさん、なりばあさん、やっしさん、ときめっきーさん、めっちゃかわいい、ありがとう。メールしてない。たけさま、たかお炭治郎さん、なおなおさん、ハートいっぱいありがとう。こんばんは。来週の話し会や楽しみですって。お、そうですね、もうあれ、次の土曜日ですよね。もうすぐです。ありがとう。今週末、名古屋来週ですね。そうですね、そう、チャートリね、そうなんですよ。チャートリ私おります。静かになった。せいやんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。バウルボンさん、サルヤマさん、オールグリーンさん、サトシさん、このハッピーバレンタインのチョコありがとう。お、なに、ゆうきにゃんにゃん、本日誕生日っておめでとう、ハッピーバースデー、素敵な一年になりますように、アンドサイアン神吉の一年にしようね。イエーイゆうきにゃんにゃん、かわいい名前ですね。ジンタさん、コッペさん、鳥取太郎さん、サトルンさん、ありがとう。悩み薄いね、なんかなんだろう、よくわかんない。ちょっと今日はそういう 日なんかな、わからん。ね、そうなんですよ。そう、2年連続ひなさんの生誕祭出演&サラピの初の生誕祭ですね。あと、あの、あそこですね、広島ブルーライブ広島。そうそうそう、今日はあのいきちゃんのお誕生日でもある。なんか今日いっぱい発表とかいろいろありましたね。なんかいろいろ、ブルーライブ懐かしの、そうですね、懐かしのツアーぶりですね。海が見えるね。あ、そうなの、あ、そうか、2月23もあるか。そうですね、
ゆきちゃん18歳、あ、18歳、そうですよね。私にとってはずっと16歳って思ってるからゆきちゃんずっと16歳って思ってる。あ、 LINE 送りましたよ、ゆきちゃんに。まだ返信はまだ来てないけどねあ、ゆきちゃん面白いですよね、本当に。MC とかずっといつも面白いもんな。ね、まだ16歳だと思う、私は。面白いな。イケイケゴーゴー、イケゴーゴー。確かに。イケヤン、イケヤンなのか、ニックネーム。池田ちゃん、イケちゃん、イケヤンどれ、イケゴーどれ、イケイケゴーゴー、イケゴーゴーどれイケヤンって呼んでるの、なんか誰かいた。イケイケゴーゴー、イケゴーゴー。イケゴーでしょこの何、このこのルームのイケゴー率高くないイケイケゴーゴー、イケゴーゴー池田ちゃん、あーですね、池ちゃん、池田ちゃんのハッピーバースデー、なんかすごい、すごそう。ちょっと語彙力ないけど、はい、池池高校、池高校ですよ。私のことを未だにあのヤンサコって言って呼んできて、あのおられるんですけども、本当になんかヤンサコ本当になんかサーヤンなん、サクちゃんなんみたいな、いつも言ってる。そうだけん、しかも最近私のことヤンサコって呼ぶときさ、隣にサクちゃんがおるけんさ、え、どっちどっちみたいななってる。だけんなんかすごい名前で、名前思いつくなーって思ってたら、最近あのしみさら、しみさらもやんさこーって呼んできて、これはこのこのこれはちょっとどうしようみたいやばいよ、やばいよ、ヤンサコですまあ別に好きにね呼んでもらっても全然良いんですけど、常にそれを言ってる。ヤンサコって呼ばれるたびに毎回言ってる。え、サイヤンなん、サコちゃんなんってそれを毎回言うのもなんなんって感じだけどとりあえず毎回言ってる。ん、なおなおさん、ひでのひでさん、ちゅんたさん、みつるんさん、こっぺさん、じんたさん、ありがとう。ヤンサコ、うん、確かに由来は何なんだろうな。確かに確かに確かに、
お、ツイッターあと150人で1万人すごくない？ 1 万人ってなんか現実見なかったけどすごいな。ね、今月中いけるかな、2月中いけるかしらな。いや、そうなの。そう、ショールームもね、ショールームのそのリスナーさんもなんか1万人、まあでもうん、あれですよ、あの長いことしてたらまあね。リスナーさん。そう、あの星集めとかあるし。ございます。なんで増えた？あ、ね、そう、五十嵐恵美子先生の七並べのねデザインがね、決まりました。皆さん見られましたかね。一回送ったっけ、一回メールに送ったような気がする。え、ね、そうそうそう、それがね、なんかログインしたらログインボーナスみたいなやつで見られるみたいです。そう、よかった。しかもちょうど2月の14日のバレンタインの日にね、私だったんです。メンバーが1日ずつ違って、そう、キャンディーキャンディーのです。もう逆に言ったらその24時間過ぎたらもらえないから、ぜひぜひゲットしましょうね。そうなのよ。あ、 UR カードだって、手に入りにくい UR カード、待機待機しましょうね。私もあのお知らせしますね。毎日ログインしてる、おお、偉い偉いですね。なんかそう、ちょうどバレンタインの日に高尾さやかだった。知らせてねって、そう、私いつもなんか知らせるねって言って知らせん気がする。ダメなパターンだ、ね、ログインでもらえるのいいよね。そうですね、バレンタインチョコと思って、なんかクッキーいっぱい来た。 F 渋谷さん、マサ太郎さん、カイロンさん、ありがとうっす。そうなのよ。そのやつと、そう、意外とデザインがさ、なんかみんな顔が違うんだなって思った。あのデザイン、私自分のしか見てなくて。今日誕生日なんですか？リアスティさん、おめでとう。ビーバースデー、素敵な一年、高尾さやか楽しいですね。ごめんなさい、高尾さやか神吉の一年にしようね。
違えた間違えたね。単語詞でもよかったですか？あ、単語詞の1年でも OK。 あまあ神押しで。そうなの、そうなの。あ、でも嬉しすぎる。フォーを出てるよかった。780、イエーイ。そうなんですよ確かに神押し、楽しい。うん、確かにな。でも神押しは神押しですね。あーさん、チョコいっぱいありがとう。チョコをちょこっと。ダジャレ。ね。そう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 。みんな顔違うんだなーって思った。はい。そうですね。メモメモそう、なんかね、多分サイリウムカラーかな、あれは。赤色のワンピースと赤色のリボン。嬉しい。ありがとうございます。それもね、全部あのイベントで皆様に協力してもらった証ですので。そう、顔のデザイン、そう違うのよ。わ、ありがとう、ありがとう。そう、リボンしてた私。ちょっともう一回見よう、どんな感じやったか。赤いリボン。本当にさ、このデザインめっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですよね。嬉しい。あとなんかこの、なんかすごいワンピースもね、すごいね、これドレスかな、すごい豪華。デザイン、あ、全員分出てない。そうですね、確かに全員分も出てない。かわいい。この特別ログインキャンペーン、これすごいな。そう、後ろの花は梅です。確かにごきげんようって言いそう。そう、このバレンタイン直前緊急生配信スペシャルもね、決まりましたね。
ちょっとメール見たんですよ。さっき送ったお休みメール見て確認したんですけど、バレンタイン直前緊急生配信2月11日金曜日の19時15分から LINE ライブにてって書いてある違うよ、これ多分文字化けですね何かの文字化けしてるの、これハテナじゃないから、ちゃんと LINE ライブですよそう、ちょっとあのあやふやみたいになってるけどちゃんと LINE ライブさんでありますよ今見たら面白かった自分で ST48 2022年最初の LINE ライブっていうタイトルで LINE ライブにてって書いてある LINE ライブでしかないですよね、こんな。そうです、 LINE ライブ、19時15分からに決まりましたね。本当に緊急ですね。ね、ね、多分やるよっていう意味に思うけど、そう違った、文字化け、これ。何が起きたのかわからない。常に緊急は常に緊急は自分ある。緊急そう、常に緊、あ、そう違う。緊急ない。緊急なんですよ。私も何があるかはね、本当にね、ちょっとまだ分かんないんで。そうなんだな。あれ欲しいになるんだそうです、抽選会の後ですね。抽選会は多分配信もあるだろうし、サプライズあるかな、なんだろう、なんかそう思ったらめっちゃドキドキしてくる。なんかそういうのめっちゃさ、なんかちょっとあれよね、ハラハラするよね。そういうのハラハラするよね。こんにちは。メガバイトさん、フッカンさん、トラマイセンさん、広島子おっちさん、ゆきひろさん、さしなゆいさん、ターヤン健太郎さん、ありがとうす。そう、ありがとう。どう？ハロなんでしょうね。バレンタインにちなんだことをするのかな。なんだろう。
チョコボンドゥ、チョコボンデュー食べれるかな。萌えゼリフ大会する。そういうことか、萌えゼリフ大会するのか。なるほどね、そうきたか。そうきたか。フォンデュ、開催されました。もしかして今開催されました。今今の話ですかね。今開催されてた。いや本当にパッて思い浮かばないですね、萌えゼリフ。普通アイドルってこういうパッとでも思いつくもんなのかしらね。確かにひなさんに聞かないと。ポポーでいいの。やっぱり萌えセリフといえばひなさんですよね。あ、ときめきさんありがとう。この萌えゼリフのやつありがとう。F 渋谷さんハッピーバレンタインチョコありがとう。炭酸せんべいさん、キチロさんありがとう。2期生では誰が得意か、誰だろう。確かに2期生やったら誰が得意だろうな。やっぱレカちゃん、レカちゃんやったけど、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんはあの妹系の、妹系みほりん萌えセリフなんかすごい照れながらやってくれそう。あ、リコちゃんなんかちょっとあの違うレベルの方いけそう。ですね。確かに、確かに、2期生結構あんまり言わない子多いですね。確かに多分ってことはやっぱりチャートリっていうかリトチャーというかが一番近しいのかな、近しくないといかんのかな。なんて言うんだかわからないけど。ね、
輩方もひなさんが特別？じゃああんまりいないのかな。確かにあざとキャラにねキャラいてますよ。私大丈夫ですかね、いけますかね。なんかそういうオチじゃないけどオチの感じでならあのされそうな雰囲気はあるけど、オチ系のやつでなんかリトチャーでそういう感じだった気がする。でも私ちょっとすんなりと言えなくて、ちょっとまだすんなりと言えるかな。ですね。練習しません。練習はしませんよ。待って、練習したって。しません、しません。練習は、はい。いや、本当に。ですね。ということでちょっと違う話しようと最近なんか違う話しようとってなんか声に出して言ってしまう。告知してしまう。ね、心の声が。そうですね、明日の昼ご飯の話をしようかな。でもなんか本当に夜ご飯食べて寝る前になったら明日何食べようって考える。ね、ギフトがあるもんね。ギフトでもあのギフト来てもなんて言えばいいか分かんない。明日は肉の日じゃん。肉の日でもあるし服の日らしい。服、私服が好きだからさ、なんか嬉しかった。お肉も好きですけどね。確かに年に一度の肉の年に一度の方の肉の日だね。福田さんの日、服で服の日だから服が安くなったりしないかな。そりゃないか。本当に服が安くなることをなんか本当にいつも考えてるからさ。あるかなね、服買って肉食べて服買って幸福に。いいね。ですよ。最高や。最高最高。バーゲン。でも今もうさ、冬服はもうセール終わってる気がする。もう春服
で、なんかもう冬服もなんかもうすごい隅っこにあるよね隅っこの方にブライスダウンって書いて、なんか冬服が置いてある。でもまだ寒いから、そうまだ着れるけどね。でも春服が欲しくなるんだろうね。その人間の心理なのか、春服が欲しくなるのか。冬服もや安くなってるけど、最近買って冬服オンラインで、それが今日届いた。うさぎオンラインで買いましたよ。あのね、もともとセールになってるやつがプラスで 10% オフになってて、2つ買ったら 10% オフみたいな。だからまた買った、セール。嬉しい。セール品のみ2つ買ったら 10% オフみたいな。これは買うしかないと思って。そう、今日は本当にね、本当そう、村重さんからリプ編も、リプ編っていうか返事もあったし、頼んでた洋服も来たし、なんか嬉しい日。そうだね、なんか新しいの満足。そう、2つでもどっちもさ、自分が行動してできた服ですね。ね、なんて言ったらわかんない、リップ編なんて言ったらいいんだろう村重さん、そう、お風呂入ってる画像だったねね、あ、お風呂入ってると思って、写真集みたいね。広島の、そう、広島のお土産をね、なんか探してて、もしかしたらなんだろうね、うん、でもおすすめできてよかったな。あ、お仕事で来るの、来るのか、もう私帰ると思っとった。だけんお昼過ぎてたから、もうもしかしたらもう帰ってるかもな、どうしようかなと思って、そこで悩んだんだけども、まず送るか送らんか、送ってみようと思ったら、レッスン終わった時に気づいた。ねえ、うん、リプ編もねするか迷ったんですよ。そう、なんかリプ編さすが STU みたいな風に言ってもらえて、リプ編来てると思って、そう返さないとと思って、でもなんか最初に、一番最初にそのマネージャーさんと考えたのは、その瀬戸内のことはまた聞いてくださいみたいな。でもさーみたいな、村重さんってもともと山口県出身だし、そう、地元、瀬戸内は地元なわけで、で私は福岡出身で、でも今2年間瀬戸内に住んでて、だからうーんと思って、でも山口のことは多分村重さんの方が詳しいかもしれんしみたいな、うーんみたいな。え、でも今瀬戸内、STU になってから瀬戸内勉強してから、いろんな瀬戸内回ったりしてるしみたいな。そう、めっちゃ悩んでめっちゃ悩んで、そう、みたいなでずっと悩んでて、でもそういうことなんですよみたいな。ってこと言ったら、もうそれを何回も往復して言って、何回も私がそれ言うから、なんかもうマネージャーさんが、いやもうあまり考えずにってなもういい
よみたいなあそうですかって言って、あんまり考えずに、だったらこの考えずに、だったらもうこのまんまですねみたいなそうそうそうじゃあもう押しますねって言って、押しますよってこの返信ボタン、チェットボタン押しますよみたいな、はいはいみたいな。そうなんよ、難しいよねだからそう、村重さんがそのじゃあ戸内のこと聞いてくださいって私言ってるけど、でも村重さんがでも私山口出身だしなーみたいな風に、でもあれ山口出身って知らんけみたいななったら、ちょっと待ってでも私は知ってる、全然知っててそうこれずっとループしてるの。でも瀬戸内、あの山口以外の瀬戸内のことならもしかしたら知ってるし、勉強してるしみたいな、そんな感じよ。大丈夫かなってことをずっと考えてましたそう、で近くにおったなんかまひなさんとかに早く返事しなさい、お待てやべ、あって感じでこのタイミングこのタイミング何でさっきからタイミングさっきから何そうまひなさんからも返事したんで、ちょっとまだしてなくてみたいな、もう早くしみたいな、いや本当にじゃあちょっとしますねって言って、そうそうそうあ、南波の久人さんありがとう、思い出リフのやつありがとう、思い出リフのやつ、なんかてか思い出リフのやつじゃないよねこれ、絶対私が勝手にそう言っとるけど、ユッキーさん、リアスティーさんありがとうね、絶対違う、名前違う絶対、燃えずリフのやつ燃えずリフのやつね、絶対違う、他のルームのことがなんて言っとるんやろ、なんかマジでやなやつですね。あ、サヤングッズで悩んでたら売り切れた、グッズのバレンタインのグッズのやつ、あ、ゆらちゃんから返信来てる、ヤンサコありがとうって来てるLINE でもヤンサコなの、ちょっとグッズ見よう、あのあれあるよね、モバガチャ、モバガチャがあれはなんか何、なんかいろんな当たりとかあるんですよね、大当たりがアクスタで、なんか当たりがなんかデザインのやつ、デザインの、あれビッグアクスタなんや、ビッグなんやあれ、へえー、ね、ランダムですもんねへえー、
自分の顔わかるよ。そうなんだ。あ、奈々さんのこれラストコンサートの打ち上がる。個別アクリルスタンド。えれ？え、あれ、え、あれ、あれ、受注生産が何だったんだろう。受注生産は変わったんですね。なんか受注生産に変わったのかなみたいな思ったんだけども、変わってないんだな。これさ、このね、バレンタインのねコーデあるじゃん。これさ、自分で選んだんですよ。と思ったらメンバーみんなも自分で選んだんかなと思ったら、みんなのなんかこういう好きな感じの服装っていうのがわかる。あ、こんな感じが好きなんだみたいな。私さ、そうバレンタインって聞いたけんね、なんかねピンクがいいなと思って。みんなピンク、みんなピンクは一箇所はあると思うけど、でもね、撮影の時って結構入れ替わりに、メンバーが入れ替わりで撮影するから、その撮影してる時の衣装がなかったらもうそれは着れないんですけど、そう、残ってる分でコーディネートをね組むんですけども。あれ、よく見たらなんか私シミサラとなんか逆のすごい逆のなんか服装してる。すごくない？なんかね、私がピンクのタートルニット、首まであるやつのニットにブラウンのスカートを着てるんですよ。そしたらシミサラはそれと逆のブラウンのニットにピンクのスカート着てる。そう、上と下逆の色の、しかもどっちもほぼ無地だからなんか一緒の風に見えるね。なんていうのこれ、双子コーデ、何鏡コーデ、なんていうんだろう、すごい。なんかみんな私服みたい。あれ、これリコチとさ、サコちゃんなんか同じやん。すごい。え、同じになることある？リコチとサコちゃんの服がもう一緒。え、自分で選んだんかな。すごいな。そう、え、これ愛子ちゃん、これ愛子ちゃんかな、これ愛子ちゃんの。え、なんか珍しいあ、そうだよ、ブーツも自分で選べる。え、愛子ちゃん珍しい。そう、ピンクのワンピース。珍しい、見たことがない。面白いよね、なんか面白い。なんかこうやって見てたら面白い、メンバーの。そうだよ、愛子お姉ちゃんが、あ、ゆらちゃんとな、もうそのピンクのピース。え、これかわいいね、このピンクのピース。めっちゃ楽しんでる私これ見て、めっちゃ楽しんでる。いやー、面白いな。髪型も自由だよ。って壊れる、これ。かわいい。なんかこういう撮影さ、
なんか楽しいですね、本当に。なんかこういうちょっと何グッズの撮影とか生写真の撮影でこういうちょっとなんかおしゃれっていうかそういう感じのなんか好きそうそうそう、こういう楽しみ方ね、うん、自分がしてるだけやけど楽しいね。このピンクと水色ってこんな感じなんだ、このボーダー、おもろい。2月末に発送予定ですね。ちょっとまたバレンタインがではないんですけども、もう終わってからなんですけど、ちょっと待って、私今日大丈夫かな、ちょっとさ私今日ちょっと何滑舌大丈夫かな、面白い。あ、大丈夫な方ね。へえ。おもろい。あ、いつも通り、あ、いつも通りですか。あ、え、今待ち受けくじ引いたらサヤン出たよって、すごくない？待ち受けくじってランダムよね。すごい。ありがとう、大丈夫って言ってくれて。ランダム缶バッジ、あ、缶バッジランダムですね。へえ。個別ハートうちわ。これ時々なんかライブでこのこれ系のグッズ系のうちわをこうしてくれる方いて、でもあれ本当に自分ってわかる。あれ自分やんってわかる。見える見える。わかるよ。そう、しかもあの衣装にあの髪型は確かサーヤンみたいな、確かあのベレー帽をかぶっとったのはサーヤンと大体だったからみたいなって言われたこともあるから、多分メンバー、他のメンバーも知ってるんだなと思う。ね、見えとるやん。私自身わかるけど、そう、他のメンバーもね、分かっと。ね。ですよー。面白いな。なんかチョコって可愛い。バレンタインの。バレンタインの可愛いのってなんかチョコとハートとかリボンとか可愛い。うん、なんだ。このさ
メモリアル企画、メンバー別ランダム生写真って、これって、すごっ。ね、過去の写真がってことでしょ。そう、あの2期生まだないんだけど、何これ、前のやつ3カットプラス貴重な 未発表朝2カット、何事。え、すごーい、今までにないやつもあるってことなんか、これすごいね。2期生バージョンあったら私の一番最初の生写真がまたあるってことですよね。え、大丈夫大丈夫かな。しかもその中でも未公開の 未公開のものがあるんですね。へえ、なんか先輩の可愛いんだけども、大丈夫かな。すごい。でもグッズもありがとうございます。誰かが、購入してくれて。あ、確かにアクスタ再販売したやつね、あったよね。あ、時間かかるのかな。ありがとう。あとね、会場でもなんか販売があって、それもありがとう。なんかでも買ったの忘れるっていうか、ある時思い出すよね、グッズって。なんかそう、忘れた頃に届く。あれ、宛先っていうか受け取り、ん、宛先、ん、差出人か、差出人グッズみたいな、ショップみたいな。ね。あ、パソコンの横に置いてくれるんか。あー、ね。多分春のサヤングッズ。春？
ですね。確かに先着ってあれですよね、お仕事をしてる時にいつの間にか販売されてて、なんかもう売り切れてるみたいななんですよね。そうなんだ。お、ありがとう。ランダムって難しいですね。グッズありがとう。なんかシーノーさん、リコちゃん、ヒロトさん、アフロンさん、キチネさん、ありがとう。最近何でも多い。あ、そうなん。27日はそうですね、生誕祭。グスタイド。オンラインサイン会の写真いつ届くんだろうって。なんかいろいろあれ、いろいろなんか渋滞しとるね。なんかいろんなものが皆さんの元に届いてないかな。一気に届くんかな。わお、アイコラブサーヤラブって、わおわお。そうですね、忘れた頃に全てが届く。あいこも配信してるんか。そうなんか。あいこ、物販ね、物販行ったことないな。大阪会場、大阪の大阪、うん、関西か、関西、関西会場、大阪、大阪じゃないかもよ、関西は。関西なんで大阪じゃないかもしれないから。そう、関西関西。そうそう、関西はどうなんだろうね。物販いけるかな。まだわかんないよ。金閣寺でやるか、金閣寺でできるかな。金閣寺ってすごいね。なんか今思ったら金閣寺ってすごいね。ね、遠くにあるよね。食いついた、金閣寺に。奈良の大仏、え、奈良の大仏もさ、すごいね。どうやって作ったの？なんか昔のそういうのってなんかどうやって作ったかわからなくなる。どうやって作ってる？今ほどさ
いろいろないじゃん、機械とか。機械とか車とか便利なものないのに。便利なものっていうか、なんて言うんだろう、そういうロボットとか、とかさ、ないじゃん。そう、車じゃなくて、そうですよね。そう、クレーンとかないんだよね、昔。すごいよね。ってことは、それがなくてもなんか作れるんですね。わあ、すごいよね。確かにお城とかもさ、お城もすごい。お城のすごいのってなんか、遠くから見たらすぐそこにあるって思うけど、近くで見たら池があって、どうやって入るんだろうみたいなって思ったりとか。ちっちゃい窓があったら、あそこからなんか飛んできてたんだなとか思ったり。そうだけん、そういう対策があったんやなと思って、攻められた時に守るようにさ。でもそういう時って偉い人っていうか、大将、一番偉い人ってどこにいるんだろうね。一番上の最上階の一番奥におるもんなんかな。言っても真ん中ら辺におるんかな。どうなんだろう。それかあえて地下にいたりとかするかな。やっぱり一番上にいるんかな。あ、むしろそこにいない。それはすごい。そんなこと思わないもんね。だってさ、今ならさ、なんかわかるかもしれんやん。携帯のさ、何かでさ、わかるかもしれんやん。携帯とかあったらさ、スパイとかおったら、今どこにいるみたいな、そこにいますみたいな、何階にいますみたいな言えるけど、それもないし。あ、そう、防犯カメラとかさ。で、わかるけど。あ、GPS ね。GPS とか。スパイの世界で。そうだよね。顔もわかんないよね。確かに。誰々が大将だ、みたいな言ってもさ、確かに写真もないし。誰？みたいな。会ってから誰って感じよね。確か、あ、顔が分からんけん影武者が通用した。あ、俺がそうじゃって言ったらもうそうだもんね。確かに、俺が織田信長じゃって言ったら織田信長ですもんね。確かに、お前かーって言って。なんか昔ってすごいなと思う、そういうの聞いたら。ですね、確かに。何でもありですね、なんか。だよね。顔知らないもんね。
よし、確かめようがない。運転免許証見せろみたいな。運転免許証ないしさ。印鑑とかもないでしょ。印鑑、あとなんか髪型もなんかみんな一緒なのかな。印鑑証明ね。印鑑証明できない。何の話しとるんって感じやんけ。なんか昔ってすごい、すごっ、さっきからなんかみんな私は本物じゃないみたいな言ってるけど私は本物ですよ。なんかさっきからなんか、わっちゃ私はが違うみたいな。私は本物ですよ。本物って言うほどなんか本物っぽくならんかもしれんけど、証明はできないですね。本物っていう証明は本物っていう証明はできない。ただ私が本物っていうことによって本物っていう証明ができてる。そうなんや。自分で本物っていうのは怪しい。でもかといって偽物ですっていうのもおかしい。ね、まあとりあえず生きてる。とりあえずこうやってもう生配信で生きてるんで。そう、今ってこう生配信なんですよね。なんかすごくない？生配信してるんですよね。なんかそういう時間がない。生配信してるっていう。今私がこうやって動いてるのを、動いてるのをこうやってなんか映し出されてる。前までタイムラグみたいなのが何秒かあってあったんですよ。でもいつからかこのショールームさんの何かでタイムラグがなくなった。1秒もなくなったね。だけどこれは本当に生配信ですね。なんかそういう設定があるのかな。え、2秒ぐらい違う。え、2秒ってやばくない？設定で1秒くらいまで差がなくなるね。でも1秒からそういう何秒の世界で1秒違うってさ、もうなんか一緒なんか一緒。すごいね。
1秒長い？嘘。1秒長いかね。あ、そうなんだ。あ、やっぱりじゃあこの人によってというか違うんかな。確かにお話し会はすごいですね。お話し会もすごいですよね。タイムラグというタイムラグがないし、本当電話してるみたい。ビデオ通話してるみたい。リアル、あ、そう、オンライン話し会はぶつ切りですけどね。ね、すごいよね。ですね、もうすぐでお話し会でございます。リクトさん、ジンタさん、ありがとう。そうだよね、オンラインタイムラグだったら。そうだね、そうなんや、オンラインってなんか本当に寝坊少し寝坊しちゃっても大丈夫。お休みメール来てない？送ってないっけ。これ今日は送ってますね。LINE ライブのことを書いてるメール送ってますね。大丈夫そうかな。来てない。へえー、そう、あ、20時57分に来てます。何やろうな、来てないのも、来てない、そういうのもあるんかな。大丈夫そう。アプリもメールも来てるね。なんかそういうあの問題ですかね、受信の更新してない。あ、更新したら時々そう、迷惑メールの方に入ってる時あるけんね。その可能性もある。ありがとうっす。そう、迷惑メール判定されるときある。
すごいね。2分で完売した、すごいね。そう、その27日の放送が、そう、アリさんが3公演全部出られるんですよね。しかもチャートリースタジオチャートリーみたいな感じね。ねー、すごい。私もあったか。でも私のやつはリトチャーチャートリーリトチャーチャートリーだった気がする。アリさんはそうチャートリースタジオチャートリーだった。あ、でもあれはでもチャートリー、あ、半分出演だった。半分出演あの時はもう早になってましたね。ね。4公演目が一番元気だった。面白い。楽しみ。あれ。あさっての瀬戸は高崎綾子。生配信なんだ。懐かしい。でもひなさんの生誕祭なんかセトラブの方にねインタビューのやつも載ってんのかな。え、すごい。鬼滅の一番くじ A 賞当たった。一番くじ合ってんのか今。2時間あるインタビューがあるの。すごい。ほぼノーカットですね。芋整備もいろんな場所でね、すごい。2時間なんかご飯食べながらね見てくださいね。2時間。何しながら、なんか
課題なんかすることあったらそれを見ながら。そう、今日義勇さんの誕生日ですね。それな、映画見ながら見れるかオリンピック見ながら。あー、義勇さん誕生日、私の配信見ながらいける大丈夫。あ、そうなんだ、義勇さん確かにアニメのキャラです。柱ですよ、柱、水柱。柱では義勇さん推しです。全体だったら禰豆子とかなお。柱は義勇さん。そう、最初に出てくる侍みたいな人。そうです、そうです。鬼は無惨様です。伊之助、伊之助は、え、でも伊之助は面白いと思うよ伊之助は、なんか本当に伊之助わー、そう、なんか面白いなーと思う。よく笑う伊之助だ、よく笑いますよ。善逸、あ、善逸はね、あの、そうそう、善逸、あのー、そうそうそう、禰豆子好きでしょ。だけん、あー、なんか、うん、だよねみたいななんかだよねみたいな。いや別にライバル、ライバルでもない、ライバルでもないですよ。なんか、あ、好きなんだみたいなはい、でいやでもいいと思うよ。そう、いいと思う。善逸も、うん、いいと思うい, いと思う。すごく寝てるときいいよね。寝てるとき、寝てるとき強いよねえ、でもそう、善逸人気あるんだよ。そうなんだよ、多分1位ぐらいじゃない。善逸って一番人気あるんじゃない、人気のなんかあれ投票みたいなやつで、2位が禰豆子だっけ。伊之助、伊之助なの。でも伊之助も結構意外とおる、意外といや違うよ、伊之助よ、そうおるよねで、言葉遣いがすごいじゃん、言葉遣いが。でもし、あの、よく出てくるメンバーだからさ。そう、ちょっとつ盲信のイノシシの子
胡蝶のと、あの胡蝶しのぶさんのあの稽古のとこにおる。第2回投票1位善逸、2位富岡って、え、義勇さん、義勇さん、やっぱり善逸人気は人気なんですよ。ひょっとこの面した人はあれですよね、鋼塚。鋼塚さん、刀作ってる人。うわお、まね、うん、鋼塚さん30位。おお、すごい。30、まず30位、30名のもうそんないっぱいいる。いっぱいいる。ランクインしてる。277票。おお、277票。これ一人一票ですよね。すごい、277人いるか。じゃあ1位の善逸は何票ない？どんだけ？あ、大量投票あった。あら。じゃあ違うのかな。複数いけるんですね。牛太郎、牛太郎何位？牛太郎、17,000票。すごいな、1万超えたの。私投票してない、入ってないよ。入ってる牛太郎も。何位か。すごいね、善逸すごいな。私はねずこに入れます。ギャップね。牛太郎、チュン太郎、チュン太郎好きよ私。チュン太郎ってあの善逸の横におるあのスズメよね。一票だけやったらねずこに入れる。やっぱねずこが一番好きです。じゃあ私はそろそろ終わりますね。ね、そう、善逸のね、すずめですよね。え、でもさ、なんか炭治郎についとるカラスも意外と厳しい。優しいカラスおる。意外とそう、毒舌。多分もしかしたらもう善逸のその横によるスズメのチュン太郎が一番優しいかも。お、変わった。じゃあ今日の1位はランバの久里さん、イエーイ、ありがとう。
2位はときめきさん、イエーイありがとう。3位は F 渋谷さん、イエーイありがとう。4位はゆうきにゃんにゃん。5位は広島子おっちさん。7位はなおなおさん。7位はふっかんさん。8位はせいやんさん。9位はロックオンさん。10位はあーさん。11位はコッペさん。12位はメガバイトさん。13位はサトルンさん。まさとしさん、きちねさん、おたてさま、しのさん、まいせんさん、リアスティさん、ちくわドーナツさん、プチコちゃん、エピスさん、チャッキーさん、いもけんふいさん、たかおたんじろうさん、りんさん、じんたさん、ありがとう。らくらくさん、なりさん、みつるんさん、ひらにいさん、けんたろうさん、アフロンさん、大西くん、ありがとうございます。あ、え、おかしかった、なんか口調え、なんかおかしかった全然もう通常だった。私にとっては通常でしたよおかしかったかな。全然通常。私にとってはアーツさん、ハンちゃん、ヌマツさん、ハッシーさん、エイちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。キュン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 。そう、今日、そうですね、やっとというか、うん、まあ戻ってきたかな。まあそうですね、まあそうですねまあそうですね、そうですね、まあそうですね、うん、はいでもそうですね、やっぱりそうですよ、うん、はいはい、うん、誰ですか。やだ、なんか歯切れ悪い人みたいな何も言わない人みたいな。うんですね。はい、そうですね、徐々に、うん、ね、結局言わない人ね、うん、どうでしょうねみたいな、うん、まあはいみたいなたちばなはやとさん、せいやんさん、ありがとう。はい、はい、さやにキュン、また寒くなる。え、そうなのか、また寒くなるんだ。あーい、じゃーん、あーい、じゃーん。え、雪なんだ、大変。
マジが影響されてる。ポウ本当に笑かさないで。本当に。じゃ、バイバーイ。バイソコ、バイソコ。元気でー。元気で健康に過ごしてね。やばいやばい、またまたこのコメントのなんかいっぱい来たよ。バイバーイ。え、今日の昼食べた卵かけご飯がめっちゃ美味しかった。バイバーイ。